乾杯。乾杯。幸せだ。秋の味覚、サンマの塩焼き。じっくり煮込んだサバ味噌。酸味とコクが調和したチキン南蛮。本日厨房に入らせていただくのは、旬の食材の定食でほっこりくつろげる東京荻窪の一膳飯屋すずらん。地元のお客さんを中心に毎日にぎわいを見せるお店で人気のメニューが、本日学ぶイワシフライ。身を崩さないように優しくパン粉をつけて手早く揚げる。つまみや晩ご飯のおかずにもぴったりな一品。揚げたてを一口。うん、もう本当にふわっとした感じで、もうイワシの旨味が気持ちよく入ってる感じです。意外と簡単。包丁を使わない手開きの技を学びます。さらにご飯と味噌汁とお漬物、こういうものが日本人の原点かと思いまして、主菜はもちろん小鉢もお漬物も一つ一つ丁寧に作る。そこには夫婦のある思いがありました。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。一膳飯屋すずらんがあるのは東京荻窪。JR 中央線と東京メトロ丸の内線が乗り入れ、都心へ短時間でアクセスできる人気の住宅街。上野さん、今日は荻窪、はい、になります。荻窪ですね。荻窪といえば上野食堂の街として有名ですね。だってもうすごいやってるよね、荻窪って。めちゃくちゃやってます。もう荻窪だけで8軒やってます。それぐらい荻窪っていろんなジャンルのお店が本当に密集してる、こう食いしん坊の街ですよね。けいちゃんでは町中華の定番きくらげ卵、焼き鳥の名店鳥元ではネギヌタ、スパイスでは隠し味に味噌を入れたチキンカレーなど、どれも美味しかったですね、上野さん。そんな食いしん坊の街荻窪で今回訪れたのは、駅の西口にある荻窪すずらん通り。レンガ敷きの落ち着いた雰囲気の通りには、地元に根ざした飲食店が並んでいます。すずらん通りのもう奥の方に、あ、ありました、一膳飯屋すずらん。こんにちは、お邪魔します、はい、上野と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。荻窪駅から徒歩3分、一膳飯屋すずらん。清潔感漂う店内は、厨房を囲む L 字のカウンターにテーブル席。カウンターには黒いだし汁で煮込んだ静岡おでん、その日仕入れた旬の食材で作る定食は日替わりでおよそ10種類。飲みたい気分の日は単品の小皿料理を魚に晩酌もできます。こちらが静岡県出身の店主、医師の新一さん。妻のめぐみさんが接客を担当。夫婦で切り盛りしています。1週間に1遍か2遍ですね。やっぱお魚が美味しい。定食やっぱり日頃なかなか食べられないんで、やはり定食でも1000円ちょっとだったり、値段的にも手頃かなと。
家庭的に優しい味っていう感じなんですけど、でもこう深みのある味で来てよかったって感じ。昼は定食をメインに、夜はお酒も楽しめたりと、食事も酒も自在なお店です。お店の看板に、はい、一膳飯屋って書いてあるじゃないですか、はい、一膳飯屋っていいですね。あの看板だけで白飯食えるような気がしますもんね。で中のメニューを見ると本当にこう、まあ、定番のものもあるんですけど多彩ですよね、はい、日帰りが一番出ますので、はい、お客様の大体7、8割ぐらいとかが。そうなんですか。秋口っていうのは魚がすごく美味しくなってきますので、まあいろいろね、出てきますもんね。じゃあそれをまあ魚のまあ状態とか種類に応じて焼いたり煮たり揚げたりっていう感じですか。はい、はい、ですね。まあもちろん魚もあるんだけど、こう唐揚げ、チキン南蛮、シャンバーグというこのね、はい、もうみんな大好きな、あ、そうです、いろんなものがあるというのはですね、はい、であとあの静岡おでんまであるという。おでんですよね、はい、静岡おでん。ちょっと気になるのはですね、はい、ヤクルトそうめんって何ですか。自分がちょっとヤクルトファンで、でして。でしょうね。もうあの外のケースの中でつば九郎いましたもんね。そうそうそう、そうです。ヤクルトそうめんってヤクルトから出てるそうめんがありまして、別にそうめんにヤクルトを入れてるとかそういうことじゃないですね。よく言われるんですけど全くないですね、はい、普通のそうめんですね。そういうことなんですね。あのメニューを見て、あの、はい、もうどんな方かなんとなく分かってくるという、静岡出身でヤクルトファンで魚が好きっていう、もう大体なんとなく分かりました。メニュー見て。さて上野さん、何を注文したんでしょうか。はい、ありがとうございます。おお、サバの味噌煮が思ったよりこうガツンと。そして、はい、静岡おでん、黒はんぺんと牛すじ、そして魚粉がこうかかってるというね。頼んどいてなんですけど、色合いが全く同じになってしまいました。茶色はうまいですね。茶色は正義の、茶色は正義ですから、ね、もう、はい、まずいただいたのはサバ味噌定食。筒切りにしてまして、はい、3時間ぐらい煮込みますので、骨まで召し上がっていただけるような白味噌と赤味噌で煮込んでいます。あ、白味噌と赤味噌でいいですね、はいはい、いきます。お、言い方ですけど、こう麺に甘ったるくない感じがいいですね。そうですね。の甘いサバ味噌美味しいっちゃ美味しいんですけど、サバの身をしっかり感じられるっていうのはこのぐらいの味付けが、そうですね、これは美味しいですね。続いては静岡おでんの黒はんぺんと牛すじ。すっきり上品な感じの。そうですね、ずいぶん食べやすくなりましたね。昔はもっとね、あの青魚青魚してましたよね。魚粉がね、かってることで、はい、さらにこう香りが高くなるし、そして牛すじ、とろっとしたこの筋の旨味としっかり出汁の味で、牛すじってちょっとね、こう甘い方向に行きがちですけど、はい、しっかりとしたあの出汁の感じが入っていると、キュッとこう締まってる感じで、これも酒が合いますね。そしてどうぞ。はい、ありがとうございます。おー、イワシフライ、おー、立派なイワシ。あー、そしてこう見た目も美味しそうですね。こちらが本日のお目当て、一膳飯屋すずらんのイワシフライ。そのお味は。まずはそのまま、うん、こう本当にふわっとした感じで、イワシの旨味がこう気持ちよく入ってくる感じですね。ちょっとレモンをね、入れてみたい。うん、レモンかけるとちょっとこう甘みみたいな感じで、あ、はい、繊細な美味しさふわっとこう感じられていいです、はい、ちょっと醤油、お醤油なんですね。醤油をちょっと二滴ですね。一口あたり、うん、ちょっとこう香ばしさ、はい、あの香りも加わるので、焼き魚的な旨味が出てくるし、はい、これ食べ方によってイワシの美味しさがこう出てきますね、はい、ふわっとした食感の後にイワシの旨味が際立つ一膳飯屋すずらんのイワシフライ。作る上でのポイントは、身が柔らかいイワシは手開きにすると、腹を下にして油に入れるの2つです。では皆さんに美味しいと言わしたい。あ、タイは使わないけどね。
失礼します、はい、お邪魔します、はい、それでは改めましてイワシフライの作り方を教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、まあ、イワシをちょっと見せていただいていいですか、はいはい、お、立派なイワシがこっちを見てる。今日は北海道のイワシになります。マイワシですね。北海道のマイワシですね、はい、イワシってね昔から食べられてきましたけども、はい、繊細な魚ですからまあね、はい、やっぱり扱いが難しいですよね。はい、もともとだってイワシってこう諸説あるけど弱しっていうあのまあ魚に弱いって書くぐらい弱いとか、まあ、あとイワシってね、まあ、あの大衆魚だったかね、まあ、イワシっていう声もあるぐらいの魚ですもんね、はい、はい。でもイワシは煮て焼いてつみれにしてといろんな調理法で楽しめる、まさに庶民の味方。イワシを魚屋さんとかスーパーとかで買う場合どういうイワシを？お腹の部分が弱くなってくると割れてきたりしますので、はい、なるべくこうお腹がしっかりしているものです、ね、お腹がこう店ではなかなか、ね、あの触れないけど、はい、まあ、見た感じでちょっとお腹がしっかりしてるところってことですね、はい、まずは水で流しながら包丁で表面のぬめりと鱗を落とします。こう軽く包丁で水で出しながら、はい、まずここにヒレがありますのでまっすぐ落とします。はい、まっすぐ落として、はい、でこのお腹の硬い部分ですね、はい、でこれもヒレがありますので、はい、これを包丁でヒレを落とすような感じですね、はい、で、まあ、このまま抜いちゃう方もいますけど、はい、内臓ですね、この綿を外して感じですね、はい、で、これ血合いが残りますので、はい、こう柔らかめの歯ブラシで、はい、ちょっと掃除するような感じで、そうですね、血合いの血の部分を落としていくわけですね、はい、手でも構いませんので、どうしてもえぐみとか匂いが出ますので、はい、でそこでペーパーで水気をよく、はい、中までしっかり取りまして、はい、ここから手開きになります、はい、やっぱりイワシは手開き、はい、イワシは手開きの方が絶対いいと思います。小骨が多いですの で、はい、でこの骨の中心のこの辺ですね、はい、まあ、これもちょっと人によって違いますけど自分の場合は、はい、左手で骨に沿うように、そうですね、親指で、はい、親指の爪を使って削ぐ感じですか、ね、そうですね、はい、で開いて、はい、こうやってやるともう綺麗に取れました。綺麗に小骨まで取れます、はいはい、イワシは身が柔らかく小骨が多いので包丁よりも手で開いた方が骨が取りやすいんです。中骨に沿って親指の爪で尻尾の方から頭へと開きながら削いでいき、中骨をつまみながら爪を沿わせて身から剥がしていきます。包丁で、はい、はい、骨を落として、はい、で腹骨がこう残ってますので、はい、腹骨をすく感じで、はい、はい、骨が多いですもんね、本当に。そうですね、だからイワシはやっぱちょっとしっかりめに揚げた方がいいと思います、はい、で、背びれがもう残ってますので、はい、これを取っちゃいます。はい、背びれを抜く感じですね、はいはい、これで完成です。これで完成ですね、はい、はい、で、ここでもうこれで手開きでいいですね、はいはい、これ最初こっちまでグッと開いて、そうですね、はい、開いて骨をこういう親指のこの爪のところでこうやって骨がこう剥がれていく感じがありますね。はいはい、あ、本当身が柔らかい。これを取っちゃっていいですか。両手でやるような感じでやるとビー骨に沿ってそうですね。パッとか小骨が取れると思います。ああ、そんな感じですね。ああ、取れましたね。それでこう取れたやつを落とします。はい。なんで僕だけ中落ちがこんなに出るんだ。最後に腹骨と背びれを取って完成。いよいよ衣をつけて揚げていきます。静岡で生まれた石野真一さん、18歳で上京。真一さんにはある夢がありました。自分はあの売れない役者をやってまして。役者だったんですね。
恥ずかしながら。いやいや劇団員で。いやそう言われたから言うんですけど、はい、若い頃の細川たかしさんと、ニコラスケージをあの、ニコラスケージは言われたことあります、あの合わせたような、才能なかったんで30で諦めまして、はい、30歳を機に役者時代から新一さんを支えていためぐみさんと結婚。もともと料理が好きだったこともあり、和食店で修行し、その後デパートでお惣菜を売る会社に就職。そんな中、東日本の大震災がありまして、はい、惣菜屋にいた時に給料も上がってきて、まあ、チームも上がってきて、でまあああいうことになって、人生何があるか分からないっていうのは本当にあの時思ったんですね、じゃあもう2人で夢というか、独立してやりたいことをやってみよう。どうでした最初ご主人がこう店を出すって言った時には、はい、やはりちょっと子供がまだ小さかったので、それで、あの食べていけて生計が取れるかっていうのはちょっと不安はありましたけれども、でもなんか一生に一度好きなことをしたいっていうんで、最終的には迷いましたけどついていこうと決めました。午前9時、一膳飯屋すずらんの一日はおでんを煮込むところから始まります。継ぎ足しのつゆで3時間味が染み込むまでじっくり煮込みます。下準備が整い10時になると魚の買い出しへ。はい、どうぞ。これ本もある。目玉と2種類も全部ある。魚を直接見て四季を感じ、日替わりのメニューをその場で考えているんだとか。さらにお店には毎朝産地から届く新鮮な魚が。ちゃんと自分の目で見て買うようにして、決まってるものは配達してもらってっていう、旬のものが一番お手頃で美味しいと思いますので、四季によっていろいろ油が乗ってくる時とタンパクの時と、タンパクの時はタンパクの時で美味しさもありますし。マグロの脳天の部分は叩いて中落ちに、そして旨味の詰まった目玉は煮付けに、油が乗ったニシンは塩焼きに。仕入れた魚を一つ一つ確認してどう調理するのが美味しいか、そんなことを毎日考えています。そして大切にしていることがもう一つ。でやっぱり日本人のその原点というか、うん、ご飯と味噌汁とお漬物、全部丁寧にちゃんとしてる感じがありますし、はい、メインの料理にはそのお店とか料理人の方の腕前が現れて、付け合わせとかには店の両親が現れるって思ってるんですけど、お漬物とかすごく美しいし、食べると丁寧だし、例えばお漬物とかめぐみさんが、お漬物は私はあのぬか漬けをやってます。めぐみさんが開店準備に追われながら、毎日欠かすことのない日課がぬか床を混ぜること。10年開店当初からやってるんで。それまで作ったことあったんですか？ないです。なんか定食にはぬか漬けだよねみたいな感じでやろうって言ってやり始めたんですけど、自己流です。お客様が美味しかったよとか言ってくれる方が結構いらっしゃるので、やっててよかったなっていう気持ちにはなります。本当にこういい素晴らしい定食だと思います。奥様の力も大きいということ。そうですね、ぬか漬けは自分触ったことないですね。ぬか漬けがね美味しかったです。 ありがとうございますぬか漬けも美味しかったです。食べて元気になってほしい、食べてほっとしてほしい、そんな思いが一膳飯屋すずらんの料理には込められています。バイバイ、またね。バイバイ、ありがとうございます。さあ、それではここから衣をつけてあげる感じですね、はいはい、お塩は本当軽くですね、軽く塩を持っていて、両面に軽く塩を振って、これその塩味をつけるというよりイワシの旨味を出すぐらいな。そうですね、もう皆さんソースかけたり醤油かけたりしますので、そして試行します、ね、はい、粉をつけて
光つけて、まあ、こんなもんで大丈夫ですか。はい、はい、しっかりつけて、これバッター液ですね。はい、バッター液にこれもまんべんなくつけて、パン粉、これ生パン粉で粗挽きと、粗挽きですね、ホワイトと、はい、はい、もうこんなもんで大丈夫です。軽く、本当に軽くですね。本当に軽くですね、はい、ここでギュッとやっちゃうと、やっぱりゴミが、そうですね、閉まっちゃいますね、閉まったり崩れちゃったりするってことで、はい、じゃ軽く軽く、さあ、上野さんが挑戦です。パン粉、なんかこうふわっとした感じですね、そのぐらいな感じで大丈夫ですかね。はい、はい、大丈夫です。それでは、揚げます。これ、腹の方下でしたっけ。そうですね、腹が下で、はい、腹を下にして油に入れると身が丸まらずにまっすぐ綺麗に仕上がります。腹の方からやるとこうまっすぐな感じになるってことですね。そうですね、それも全部魚は同じですね。もうその辺で返しちゃって大丈夫ですか。もう返しちゃっていいよ、はい、返します。あ、少しほんのり色づくぐらいですね、この辺からも好みですね、はい、本当柔らかいのが好きな方はもう本当にこの辺も揚げちゃってもいいですし、ここわかんないけどこのぐらいでどうでしょう。はい、はい、いいですね。ニコニコしちゃいます。はどうでしょう、イワシフライ。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっとこうさばき方とか変え方とかでどんな具合になったかわからない、ちょっとお二人に食べていただいて、はいはい、うん、ふわふわしてて美味しいです。あ、本当ですか。美味しいです、本当に美味しいです。本当に美味しい。本当に美味しいよな。新一さんが言ったと同じとは言いませんけど、いやいやもう近いような、あ、これはよくできたと言っていいんじゃないでしょうか。僕の言うのもなんだけど、はい、じゃあ改めてありがとうございました。ありがとうございました。あ、美味しい。この後石野さん直伝マグロタルタル丼を教えてもらいます。今日のちゃちゃっと一品はまかないで作るマグロタルタル丼。マグロやタコなど切れ端や残った刺身をぶつ切りにします。ボウルに移し、握り醤油にすりおろした生姜を加えたタレを入れ混ぜ合わせます。丼のご飯に盛り付け、たっぷりのタルタルソース、卵の黄身をのせれば完成。美味しいです。でマグロとこういうマヨネーズとかタルタルバー結構合いますんで、余った魚でやればいいと思います。今回学ばせていただいたのは荻窪の一膳飯屋すずらん。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。ふわり、ふっくら、丁寧な味わい、マイワシのフライ。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。